今回紹介するのは「ケトン体が人類を救う」「糖質制限でなぜ健康になるのか」という本です。糖質制限を反対されている方の根拠はケトン体悪者説によるものが大きいと思われますがこの本を読むとそれが間違った根拠であることが十分理解できました。私自身、 今までケトン体を悪いものと認識していましたが今は私が生まれる前から私を守ってくれていたようなものに感じてしまいケトン体に土下座して謝りたい気持ちです先日テレビ番組で糖尿病の医療費が1兆円を超えているとの話がありましたそれを抑えるために今後は糖尿病の方や予備軍の方を対象に。 専門家が電話で生活習慣アドバイスを行うサービスを推進していくとのことでしたアドバイスの内容は分かりませんがテレビの解説者の方が脂肪摂取量を少なくするとか言われてましたので食事指導に関しては従来のカロリー制限重視の内容ではないかと推測されますそうなるとこのアドバイスにより糖尿病患者は増加し 逆に医療費の増大を招いてしまいそうです。そのようなアドバイスよりもみなが本書を読まれた方が自身の健康のためにもなるし医療費抑制にもつながるのではないかと思います。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。